これはサイゾーですね、日刊サイゾー。上白石萌音がラジオで意味深発言っていうやつですね。8月17日放送されたラジオ番組、東京03の好きにさせるかにて、上白石萌音がゲスト出演と。で、リスナーが2020年のドラマ、恋は続くよもって、共演した佐藤健との熱愛を連想させる一幕があって、番組では上白石の父親がキスシーンの相手について、あの人いい人と聞いてくるそう。そんな流れもあり、東京03の飯塚から役になりきって、相手役を好きになることなんかあるのと質問された。上白石ははーと頭の中で誰かを思い浮かべたような間の取り方をした後で、どうでしたと。最近俳優として活躍する角田に話を振り、回答を避けたのです。二人はプライベートでも交際しているという噂がネット飛び交っていることで、好きになったことがあるとしたら佐藤健くんしかいないでしょう。やっぱり付き合ってるのかなと声がネット上で多数上がっています。だそうです。まあそんなあれがラジオがあったってことなんですね。そうなんだ。でまあこっから雑ですよ。サイゾー僕は雑だなと思ったんですけど、一方佐藤の方も番組で上白石が好物だと言ってたオムライスを得意料理としてあげれば、上白石が公式ツイッターで明日食べたいと思っているご飯について味噌汁キノコだと明かす、佐藤がテレビで味噌汁で一番好きな具はなめこと語っていたことを結びつけて、匂わせとネット上がざわつく事態に。また佐藤は上白石に出演していない番組でモネと呼び捨てしてしまったことも交際説を加熱させたものだった。これはだからモネちゃんが出演しない番組でモネって呼び捨てたっていうのは、これは YouTube ですよね。 YouTube、 あの千鳥ノブさんとノブと一緒に行くあの富山の旅行の時の話をサイゾー言ってるんですね。きっと雑なまとめ方してるから分かりづらいんですけど、多分それですよね。モネからのみたいな、ノブみたいな話のことですよね。もうちょっとねちゃんと言ってほしいなと思いますけどね。モテ男の佐藤は共演者キラーと呼ばれ、4月に公開される映画流浪に剣心最終章のファイナルビギニングでは、共演した有村架純が一番大きかったのは、武尊さんが演じる剣心がそばにいてくれたことと、目を潤ませながら語りメロメロになっていた様子。まあどうなんだろうな。この番宣の時にいろいろと出てこう言ってるじゃないですか。でも実際にこれって1年延期してんですよね。あの、流浪ってのは。だから、あの番宣で出てすごくね、一生懸命、あの人たちはもうプロだから、タケル君にしても有村さんにしてもプロだから、つい、最近撮ったかのような感じでああやって喋ってますけど、実際にはね、もう1年以上空いてるわけですよ。2年近く前に撮った作品ですよ。その間に、この人たちはいろんな作品も出てるじゃないですか。だいぶ前の話をもう本当に最近までやってたかのように番宣で言ってるんで、この有村さんが、そばに入れてくれたことが心強かったっていうのも、つい最近の話じゃなくて2年ぐらい前の話を思い起こしてわざと番宣のために言ってる話でしょ。今ホットの話題というふうに取るの僕は違う気がしますよね。もうそれこそクランクアップしてすぐ上映っていうところで番宣って言うんだったら、もう本当に昨日今日だから熱いままそこで出ますけど、その間にもう1年延期っていうので、いろんな仕事をしてある意味ある程度も冷めた状態でね、また番宣だけをやるわけじゃないですか。ちょっと違うと思いますけどね。また2022年配信予定のネットフリックスオリジナルドラマ、ファーストラブ初恋では、出演する満島ひかりが佐藤を相手にリクエスト。6月の文春オンラインによれば、スタッフが2人の親密関係を怪しむ場面が何度かあったことを報じていると。これもね、どうなんですかね。そんなスタッフいますって思いますよ。そんなことベラベラ喋るね、信用を受けないスタッフなんか僕はいないと思いますけどね。目下佐藤をめぐって人気女優による争奪戦が起きそうな気配だが、一部報道によれば佐藤は現在アーティストのステージングやプロモーションビデオの撮影に興味を持っている。まあこれワンオクのね、ことですよね。すでに複数のアーティストと接触済みで裏方デビューが近いという、これも雑だな、なんか。
ね、あの記事でね言ってたね、あの満島さんの裏方プロデュースするんじゃないかみたいなやつを雑に扱ってますよね。しないですけどね。ドラマが終了して1年以上経った今でも佐藤の本命候補としてファンが推しているのは上白石です。彼女は歌手としても活動しており、7月には全国ツアーを開催しています。もし佐藤が裏方として上白石で叶ってくれば、こいつでファン胸キュンの臨界点を突破するでしょうね。佐藤との仲がどうなっているのか、一番気をもんでいるのは上白石の父親だって。雑だなと思いますね、これね。結構雑な書き方してますね。まずね、あの、たけるくんが裏方でモネちゃんのアーティストをね、手伝うというかサポートすることは僕は 100% ないと思いますよ。だって路線が違いますからね、たけるくんがやりたい部類とモネちゃんがやりたい部類じゃ、これ一緒くたにね、同じアーティスト活動を僕考えた上では、全く全然違うところですよね。やる方向性は。うん。って僕は思いますよ。たけるくんとモネちゃんはアーティスト関連に対する路線は、まあ、違うんじゃないかなと僕は思いますけど、だからそこに武田くんが何かしら裏方で絡むってことはありえないかなと僕は思いますけどね。まあ、そんな話でした。ではでは。